まあそこでもいいけど、そこからハイポストアタックにしようから始めて、センターやったら。とにかくハイポストとバックローは。ハイポストとバックローは、そう、はい、ハイポストアタックです。で、そう、直接行くのが、当然ディフェンスがハイポストのところに下がったら、下がったらもらったら、もらって、ピックアンドロール。うん。攻めて。わかった。で、ハイポストに入ったら、だからバックドアとか、バックドア、今はバックドアとか、バックドアできへん条件だから、バックドアかどうかだけの判断、バックドアができへんから、出ないセッターに遅れてて、出せることあんまないかもしれない。ただ、バックドアがリターンして、ピックアンドロール。して、わかった。その練習のオフェンスは、から整理すると、ハイポスト上がってくるから、そこでバックアップするか、入りそうやったら、下がらなかったら、ちょっとでもらって、そのまま、で、スリー狙って、ハマったら、で、ピックアップ、で、ピックアップのここの練習な、ファイトオーバー、ここは14番っていう想定やで、ファイトオーバー、まずはスリーの声出す、そしたらロックする、反対側の方向を絶対抜かれない状況を作って、ファイトオーバーかスライドか、で、これで前と俺でやったら、はい、ついていったらいい。そのついていきながら、ここもドライブさせない。だから、こう来たら、ロックして、もうスクリーンか。跳ねたかもしれないから、スクリーン言うて。スクリーン右、もともと大きな声で。せーの。はい、OK。こう、出るわ。ロックしに行って、アンダー、下、手出して、ここ通っていくねんけど、そのまま出られそうなんやけど、さっき走って、ここ、回り込んで、ジャンプシュートで打っていいよっていう。ここのディフェンスはここもスクリーナーしかほぼしていけへんから、こういったときに、スクリーン右って言ったときに、もうこいつがちょっと下がったりとかしてんねやったら、もう一つはブリッツ行ってくる、もしくはブリッツ行ったって、そういうふうに準備しといて、で、スイッチしたら、スイッチしたら、そのままここついてないと、センターそんなに簡単に飛び込んでる。ただスイッチしても、出すぎて、昭和するの。出すぎてドライブ得られたら、ピンタッチ得られるから、出てもいいけど、はい、スイッチ、出てもいいけど、下がって、とにかくジャンプシュートを出そうよ。もし早いから戻ってきたら、またスイッチ。本当は、このディフェンスは、何があるか言ったら、ミッチを取ったっていう挟んでもらうっていう方法やな。スイッチアップしてやるのと、そのまま見ながら、触って見ながら、それを、で、スイッチするのか、バイトオーバー、スイッチするのか、そのままついていかして戻るのかは、こういうふうに突き方で判断したらやんか。あかんのは、右スクリーン、行って。で、中途半端にここについてて、これやられる。あかん。だから、もう思い切って、アンダー、下に。そんなパーン飛び込むとき、十分その前に入ってパスだけ出させないようについておいたら、センターにパス通れへんから、そういうつき方大事です。はい、どう。